えー、氷炭ってあるじゃないですか。ああ、根付、氷炭。<laughs> まあ、いろんな形あるんですけど、こう、一番こう大事なこと、氷炭の根付を作る、見るに非常に大事なことっていうのは、やっぱり中心性なんですよね。中心。う うん、ここと、ここの同じ大きさね。<laughs> 大きさ同じ。えー、だからまあ、どこを取っても、同じね、大きさにしていくと、まあ、こういうバランスのいい氷端に、 なななるんじゃいいかなと思いますうーんまあ本当にこうこういう底の面もねこうやっぱり極力小さなあ綺麗な丸にねなるように作りましょううんこれ,これちょっと歪んでるな こっちが綺麗か、うん、まあだいたいこう均等にね左右のバランスを整えて、えー、しっかり見ていくとうんまあそんなにいがんだものにはならないんじゃないかなと思いますよ。うん